コール・ベネディクトはアメリカ合衆国の俳優である。1938年にニューメキシコ州のシルバーシティに生まれた。後に家族でマサチューセッツ州へ渡り、そこで育つ。幼い頃に先端巨大症を患っている。主に顔にその症状が出ているが、それを逆手に取り、インパクトのある俳優として、数々のテレビ、映画に出演して人気を博した。特に、 アメリカ国内では1975年から放送されたコメディドラマジェファーソンズ。同作品では主人公のジェファーソン夫婦が住むアパートの冬変わりなイギリス人の隣人ハリー・ベントレーを演じている。また人気子供向け番組のセサミストリートへも出演しており大人から子供まで様々な層に支持された。映画においてもリチャード・ドレイファス主演の グッバイガールにおける舞台監督のマーク役や大ヒット映画アダムスファミリーでアダムス一家の隣に住むハンチ役などでも知られている。映画、テレビの他にも舞台俳優としても功績を残しておりブロードウェイ舞台には何度も出演した。1996年にはアルパチーノと共演したほか地元マサチューセッツ州にあるアメリカンレパートリーシアターでも ハロルド・ピンター原作のノーマンズ・ランドにおいてハースト役を演じた。また役者のみならず舞台監督においても活躍し、ブロードウェイ舞台におけるエニー・ギブン・デイやオフ・ブロードウェイ舞台のフランキージョニー・イン・ザ・クレール・デ・リューンなどがある。オフ・ブロードウェイにおいてキャシー・ナ・ジ・ミーラを出演者に据えたザ・キャシーモーショーはオビー賞を獲得した。 役者として見事な成功を収めたベネディクトだが2008年にマサチューセッツ州にあるマーサズビニアード島にある自宅で亡くなっているのが発見された。死因は不明。70歳だった。これまでの活躍の功績を称え2009年にポスチマスエディオットノートン・アワードを授与されている。ありがとうございます。